今日も最高のチンチンしましょうぜよ。まだちょっと混ぜるふりする。混ざってるのか。お前ほんで昨日帰ってきたじゃん。こう隣に車止まってない。ああ、横やわ。横。横山。やってるでしょ。おっす。どうす。あ、痩せてきたね。え？痩せてきてる。適当に言うてるやん。ほんまに？うん、痩せてるわ。ロートも消えてきて。ロート。それで痩せてるんちゃうねん。どういうことですか？一斉に入って出して一番高いとこ買ってくださいやって。何回も何回も呼ばれて。失礼です。ちょっと待って。はい。その中で。分析の項目みたいなの作ったら、それで多分僕的には大丈夫です。ホームページに。で、そこは収益別にいらんみたいな感じ。もうちょこっとほんま。なるほど。ちょこっと上げれればいいぐらいな感じ。はいはいはい。まあそしたら、人で、まあ一つ増えるなと思って。やっちゃいますか。片足地獄で。わーわーこれね。三、四、五。絶対いらんで。やめて。おい。父さん向こう行ったわ。代わりやってくれ。父さんの代わりやってくれ。ゴン頼む。父さんの代わりをやってください。父さん、明日も最高の一日にしましょう。今日も最高の一日にしちゃう。ゴン、ゴン、今日も宇治ちゃん、おはよう。これは乗せてもいいぐらい豪華な。こんばんは。明日ですが、パーソナルトレーナーの試験があります。今日は8時間講習に行ってきました。だいぶ怪しい、だいぶ怪しいです。前日講習を受けると正解率が 30-40% 上がると書いていましたが、嘘です。皆さん気をつけてください。徹夜でやろうと思うんですけど、早く寝て朝やるか、徹夜やって朝も早く起きるか、徹夜して朝ゆっくり起きるかで迷ってます。今日は最高のテストにしよう。もうでも早しめる。特に日曜はもう日曜昼ぐらいから開けてるから。
や、前にな、ほんまに言っときだから、言っとった時、家一軒家ずっと探しとって、もう今無理や。あ、笑わない笑わない笑わない。あ、オッケーオッケーオッケー、はい、そのままそのまま、はい、ラスト20秒いこう。1、2、3、ちょっと顔上げすぎ、りんちゃん。8、おいいよ、りゅう。はい、いける人はもうちょっと足バタバタさして。あれ。いいよいいよ、そのまましてそのまましてよ。オッケーオッケーオッケー、いいね。お、りんちゃんもうちょっと頭下げようか。はい、あーいい、あー、ちょっとバランス崩れてるわ。りんちゃん、バランス崩れてる、バランス崩れてる。戻ってきて、戻ってきて。よし、サポート入ります。こんばんは。今日、パーソナルトレーナーの、試験があったんですけど、まあ、どうでしょうね。受かったか受かってないかの、ほんとギリギリなところだと思うんです。受かったとしたら、ラッキーだけど、まあ、受かってなかったとしても、またすぐに、受けたらいいし、そういう感じの気持ちで今います。そして先週ぐらいからお客さんを、リモートで見ていってます。直で、ジムで見させてくれるというお客さんもいらっしゃってます。バシバシ今から動いていこうと思うんで、皆さんどうぞよろしくお願いしますっていうのと、あと僕はやっぱりサッカーをやってたのでサッカーも教えたいと思うんで、パーソナルを生かすようなサッカーの教え方をしたいと思います。なんで個人的に集中的にパーソナルサッカーコーチングみたいなイメージで、その子につきっきりで教えたいっていうようなことをしようと思ってるので、気になる方、そして YouTube に出たいって思ってる方、 YouTube には絶対出たくないって思ってる方、みんな来てもらってそのニーズに合わせますので安心してください。どうにでも、皆さんが喜ぶように僕は全てにカメレオン元サッカー選手なので全てに合わせたいと思ってます。何色にも変わるカメレオンサッカーパーソナル選手に目指してますんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。それでは明日も最高の一日にしましょう。ざます、今日も最高の一日にします。今日サッカーでチャッシャッシュ。大丈夫か。いやいや、もう大丈夫だよ、もうええって。すっきりした顔してますね。してへんやん。なんか踏ん切りついた顔して。いや、踏ん切りやめへんから。キープからいきますか。6、7、安定感あるね。はいはい、ちょっとじゃあ余裕だったら左右にこう振って腰を、あ、違うね、こうスライドさせる感じ、骨盤を。そうです、そうです。オッケー、ケンタ、オッケーオッケー。やりすぎやりすぎ。いや、終わった終わった。19、20、 OK。 ああ OK。 きつーい。20、 OK。 今日も腹筋をメインなんすか。今日はもう方形をメインで、あと2回、ま、待ってあ、寄せたんじゃない、ほんま。ほんまに。うん。腹だいぶ意識してるから。腹抜いて一回。ちょっと意識して腹。ずっと意識してる。じゃあ横向いて。抜いて。